皆さんこんにちは、大人の保健チャンネルの金浦です。今日もですね、イーストエッグマイクリニックさんがコラボしているテクテクさんの動画を一緒に見て一緒に勉強していきましょう。今日の動画のテーマは何でしょう？はい、今日のテーマはですね、はい、男女の性的な価値観の大きな違い8選。おー、いやー、これは結構でもあるんじゃないですか。じゃあ性的なか、なんかこうやったら嬉しいんだろう女はみたいなことを思う男っているとは思う。いるだろうし、逆パターンもあるかも、はい、男ってこうなってるんでしょみたいな、あ、女子側からしてということもあるかもしれないから、気になります、はい、じゃあ一緒に動画を見て勉強していきましょう。セクテクチャンネル始まるよ。男女で違う発情期、男性年中発情している、女性交際期間に発情する、男性はいつでも発情して女性は交際中に発情する傾向があります。男性は彼女がいようがいまいが関係なく性的活動を持続的に行うのですが、女性は交際中は性を楽しみ、別れたら性的活動は中断し、また新しい恋人ができたら再会する傾向がありました。進化心理学では性欲の最終目的は男女ともに子孫繁栄であり、男性は精子の放出にほとんどリスクがないので、より多くの子孫を残すため、多くの女性と性行為を行うことができます。女性は、受精から出産までに10ヶ月以上かかり、生まれてから1年程度の授乳が必要になるので、長期的に精神的に信頼できる相手選びが必要になります。このように男女の性機能からも、理想の相手の数も男性は女性よりも3倍以上多いことも分かっており、性欲も肉体的なものを求めていることが分かります。女性は信頼できる相手であることが重要なので、性欲をより精神的なものに重視するんですね。え、てかそもそも前提として男性って年中を発情してるんですかすごいエッチなことは求めてます毎日オナニーするぐらいですからね。でもなんか女子も別にその付き合ってる期間だけ発情して、別れたらスンって収まって、でまた付き合い始めたら発情してみたいな、発情っていうか求めてみたいな、まあ、そういう人の方が多いかもしんないけど、でも女子も常に発情してる人いますよね。ですよね、いますよね。います、今だから常にっていうか、そっちの割合の方がでかい人とか、全然いると思うんですけど、まだ確かそのメカニズムというか本能的なものからして、男性の方が常に発情して子孫残すぞみたいないうのが強いっていうのは確かに、まあ、分かるっちゃ分かるんですけどね。女の人でもそういう飲み会の環境にいっぱい入ってくる、そうそう、ガンガン楽しもうみたいな人もいるから、全員が全員こうではないでしょって話ですよね、はいはい、そうですね。そう、大まかに言うと男子女子ってこうですよみたいな話だから、はい、確かに昔はそういう飲み会行って女の子いたらしたくなってました。とにかくしたかったです。猿じゃないですか。猿です。すげえな。男女で違う性行為をしない理由。男性、拒否されるのが怖い。女性、したいと思えない。性行為をしない理由は、男性は誘っても拒否されることを恐れるからであり、女性は性行為自体したいと思えないからです。研究で男性は女性よりも性欲が数倍高いので、カップルで性行為をするかしないかで揉める時の場合、大半が男性がしたいけれど女性がしたくない側であり、拒否をされることで男性は誘えなくなってしまうのでした。なるほどね。エリツリア大学の実験でカップルのコミュニケーションの取り方が性欲とどのような関わりがあるのかを研究したところ、女性の話に対して男性が共感と反応をしっかりとすることで、より精神的に親密になり、スキンシップ頻度が増え、女性の性欲が増す傾向があることが分かりました。また夫婦の性行為頻度と性格について調べた研究では、女性が一緒に何かをしたいという一体感こそ性行為頻度に大きく左右することが分かったため、日常的に積極的なコミュニケーションをしっかりと取り、親密な関係を築くことが大切になります。男女で違う興奮反応。男性、体に興奮する。女性、背景に興奮する。男性は女性の顔や体に興奮をして、女性は雰囲気や背景に興奮をします。カナダの研究で性行為での興奮反応を調査した研究では、男性は女性に対して興奮反応を示すのですが、女性は性別に関係なく興奮することが分かり、動物のボノボの交尾にも興奮反応することが分かりました。また女性はルックスがいい男女の両方が出演する映像に特に興奮しやすく、性行為に至るまでの背景だったり、性行為全体の雰囲気に興奮するかどうか大きく影響します。男性は自分が好む性別の人が出演する映像が重要であり、性行為に至るまでの背景が分からずとも、セクシーならば一部の体の画像や映像のみでも興奮反応しやすいのです。ただ、異性愛の女性とは違い、同性愛者の女性は男性の興奮ポイントと近くて、女性が出演する映像を見た場合のみ興奮する割合が高いことが分かりました。うん、雰囲気ってことですよね。そうですよね。その人の顔がのどことか、体のどことか、もちろん好きなとこあるでしょうけど、はいはいはい、女子の方が対象の
雰囲気にクラッと来てるみたいな、うん、確かに多いかもしれない。男は女性の体に興奮しますか？体とか、そのなんか顔とか、はいはい、なんかちゃんとその場所が的確というか、女性の足が好きですみたいな人とか。そうですよ、だってなんか男なんて確かに超ムキムキマッチョとか、うん、ちょっと体型に差はあると思うんですけど、ちんちん見たくなってめっちゃ興奮するっていう女の人っていなさそうな気がする。いや、まあでも中にいるんでしょうけど、まあ、確かにそれは多くはないですよね。はぁ、そうだったら、もう多分現代多分ちんちん丸出しだし、みんな女子がちんちんで興奮するんだったら、そうですよね、多分合ってますね。まあまあまあ合ってるかも、はい。男女で違う、求める相手、男性複数相手を求める、女性親しい相手を求める。男性は性行為の相手として多様性を求めており、はい、女性は親しい相手を求めることが分かりました。オルブライト大学の研究で男女の性的好みを調査した結果、男性は新鮮さを求めており、女性よりも複数の相手と少しずつでも性的な行為をしたいと考える傾向があることが分かりました。この傾向はたとえ魅力的な人と交際をしていたとしても変わりませんでした。女性は新鮮さよりも親密さを重視することが分かり、慣れ親しんだ男性の方が新しく出会った男性よりも魅力的に感じやすい傾向があるのです。研究で男性はもっと多くの女性と性的行為をしたかったと後悔をして、女性は間違った相手と性行為をしてしまったことを後悔するように、進化心理学からも男性は生殖の機会をより望み、女性は子供を授かり育てる必要性から人数よりも質を重要視することが分かりました。ありがちっす。確かに、いろんな人とやっておけばよかった。そう、なんか女子の恋愛の愚痴として大体こうですもんね、過去のしょうもない男の話を、あ、はいはいはい、女子の恋愛の愚痴でするじゃないですか、はいはいはい、男子の恋愛の愚痴って多分もっといろんな女とやりてえみたいな、もっと遊んどけばよかったみたいなね。男性って分かんないけど元カノのことあんまひどく言う人っていないですよね。ああ確かに、なんか、ね、まあ、よっぽどのことがあればよかもしれないけど、はい、基本的に元カノは全員俺のこと好きみたいなこと思ってるじゃないですか、ちょっと好きなんじゃないの今でもみたいな思ってるじゃないですか、うんうん、全然マジそんなことなくて、はい、多分記憶から消えてるんですよ大体中とかでなってるんですけど、はい、でそんな中でもよっぽどしょうもなかったやつは大体語り継がれる、そういう男女の違いはあるかもしれないですね。あ、なるほど。結構女性って元彼のこと基本的に嫌いなんですよめちゃくちゃ好きだけど、なんか理由があって別れたとか、なんかそういう場合じゃない限り、やっぱ基本的に女子が集まれば元彼の悪口とかをなんか言ってる気がしますね。元彼じゃなかったとしても、過去にそういう関係があった人のなんか悪口とか、こいつしょうもなかったわ、みたいな。はい、話で、あ、分かる、みたいな。のを言ってる気がする。全員じゃないですけどね。はいはい、そういうイメージはあります。男女で違うキスの目的、男性性行為のため、女性関係性のため。男性はキスを興奮を得るために行い、女性はキスを関係性を深めるために行います。オックスフォード大学の研究で、男性は女性とのキスによってその先の目的である性行為への期待が高まることにより、男性の体が準備をし始めて勃起する傾向があるのです。つまり男性はキスを性行為をするための手段として使います。人類学者の研究によると、男性は女性よりもウェットなキスを好み、無意識的に男性ホルモンであるテストステロンを女性に渡して性的興奮作用をもたらすことが分かりました。また男性はキスによって女性の体液に含まれる女性ホルモンであるエストロゲンを無意識的に受け取り、相手の女性の繁殖能力を判断しているのです。交際期間が2年間以上のカップルを対象にした実験では、日常的にキスの回数が多いほど2人のトラブルの解決力も高まることが分かりました。キスは女性の目的とされる長期的に関係性構築にも効果的なんですね。男女で違う性欲、男性性欲が強い、女性性欲がそれなり。男女で性欲は違っており、様々な観点から男性は女性より性欲が強いのです。性的衝動回数、性行為について考えて欲求を感じる頻度は男性は女性の2倍ほど多いです。1日に性行為について考える頻度は平均で男性は19回、女性は10回であることが分かりました。また性欲を衝動的に感じる回数は平均で男性 4.75回、女性2回でした。本当にすげえしょうもないと思われちゃいますよこれ。すげえしょうもないですか1日の半分、大半は性のことを考えてる、ね、そうでもない人もいますよね。そうでもない人もいると思うんですけど、中にはなんか綺麗事だとか言われちゃいそうなんですどうなんだ、まあ、だから表に出さないだけで考えてるよっていう人、男性はいるかもしれないですよね。でも女子もぶっちゃけそうです、表に出さないだけで絶対思ってますよこれ。望む性行為頻度、自分が理想とする性行為頻度は男性は女性の2倍ほど多いです、うん、
夫婦で今よりも性行為頻度を増やしたいと思っている割合は夫 60%、 妻 32% となります。理想の相手の人数、男性は女性よりも多くの性行為できるパートナーを望み、女性よりも常に3倍以上を望んでいることが分かりました。性行為頻度、G 行為の頻度は男性は女性の3倍ほど多く、1週間に1回以上 G をする割合は男性 45%、 女性 15% になります。今までの情報めちゃ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 男性しょうもなくないですか？しょうもないっていうかずっとエロいこと考えてるみたいな、エロを衝動にして生きてるみたいな、うんうん、お互いに消滅してるパターンもありますよね、夫婦とかって。知り合いに聞いた話だと、はい、もうなんかかれこれ 5、6年ぐらいやってない時代、結婚して夫婦になっても子供とか生まれて家族ってなっちゃうと、なんかそういう風に見れないみたいなのはよく聞きますね。確かに確かに、それもなんか分かる気もする。でも絶対 G 行為、これ女子もっと知ると思うんですよ、これこれ絶対そうだと思う。結構このチャンネルで女子の性行為のなんか頻度とか出てきますけど、はい、絶対もっと知るんですよ、これ。そうですよね。そう、男のネタのラブソードだと思います。そう、男も45番なわけないし、ね、もっと知ってるし、うん、男女で違う性欲のピーク年齢、男性20代後半がピーク、女性30代前半がピーク。男性は25歳から29歳が性欲のピークであり、女性は30歳からが性欲のピークになります。1218名の男女を対象に性欲がどのくらい強いかどうかを調査しました。男性は18歳から徐々に性欲が強くなることを感じて、25歳から29歳で性欲のピークに達して、34歳からは急激に低下をしていきます。このような変化は性欲の源であるテストステロンが10代から急激に増えて20代をピークに減少していくので、性欲の強さも関連して低下をしていくんですね。女性は25歳から29歳が性欲がガクッと少なくなり、30歳から34歳の時の性欲が最も強くなっています。今下がってますね。私もうなんか下がり始める。そうですね。え、来年あたりは減退してやばいじゃないですか。来年けどなんか30から34ってなんか分かるんですか？そう、なんかちょっとその大人の女性、はい、確かなんかエロいイメージを話した。少しそういう性的なところの壁がなくなって、そうそう、なんかそういうことを思うのって恥ずかしくないんだみたいな、はい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 、なんかちょっと一個なんか明らかんというか開放的な、そうそう、開放的に、そうそうそう、なんか年齢なるでしょうね、うん、でも一回下がるの私初めて知りました。なんで？だってこの時一番男性が性欲高いじゃないですか。そうですね、同じ年齢で言うと。でも女子では下がってるから、もう妊娠とかを気にし始めるとかじゃないですか。そういうこと？なんか守っとかないと、あ、簡単にできちゃう。はい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 、成り行きでの結婚もあるとかそういうことなのかな。生徒女性の役同士みたいなのもなんか同じ、あ、女子って結構早い段階で役来るじゃないですか。はい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 、でもそれがなんか25から9で1回下がるのグラフで言うと近いのかな。まあ、女性もあるんですかね、パートナーと結婚したりして、はい、若い時もっとやっとけばよかったなとかいう感情とかってあるんですか？確かに、このまま死んでもええんかみたいな、うわもっとなんか女としてなんか楽しめたんじゃないのかなみたいな、思うかもしれないですね。港区女子ばっか見てるとそう思っちゃうかもしれないそうそう、なんかその女を生かしてそれ楽しんでる人見たら、おー、なんかこういう生き方もあったんだなみたいな今って SNS でいろんな人の見えるじゃないですか。そうですね、だからそれでなんかよりね、自分とのギャップみたいな、こんなところでみたいな、そうそう、感じてる人もどうかみたいな、そうそう、増えてるかもしれない。それもしかしたら良くない、人のこと気にしないほうがいい。本当にこのような変化は出産と関連があり、経済的、身体的な理由から30歳から34歳が女性の出産に適している時期の一つでもあり、性欲も共に高まっている可能性があるのです。2600人の女性を対象にした研究では、23歳まで、23歳から35歳、36歳から、この中で36歳からが最も性行為に満足できているので、女性の性欲のピークは30代であることは確かなんですね。めっちゃ楽しみなんだけど、年取んの。こっからどんどん上がっていくってことですよ。そうですね。すげえいいじゃないですか。人生ここから楽しいじゃないですか。エロババアとして。エロババアとして生きていくしかない。ババアじゃないか、ね、女子の自称としてのね。そうですね。男女で違うオーガズム。オーガズムに達することで男女ともに心拍数の上昇、血流の増加、呼吸数の増加、筋肉の収縮と身体的な減少を起こしますが、男女で違いもあります。達せられる割合。性交渉で男性は 90% 以上が射精をしてオーガズムに達することができるのですが、女性は 50% 程度しかオーガズムに達することができないので、女性の達成率は低いのです。達するまでの時間。性交渉で男性がオーガズムに達して射精するまでの時間は平均6分程度ですが、
女性は平均14分かかるので、複数の研究からも2倍以上の時間の差があります。継続時間。オーガズムの快感継続時間は、男性は5秒から20秒間の間続き、女性は20秒から35秒間の記録が計測されたので、一発のオーガズムでの快感は女性の方が長いですね。復活時間。オーガズムに達した後に次のオーガズムに向けた復活時間は男性よりも女性の方が圧倒的に早く、すぐに次のオーガズムに向けた体の準備ができるんですね。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。なんか大きな隠れで言うと同じ生物だけどこんだけ違うんですね。女子は若干消極的というか。そうですね、全体的に見るとね、生理に対して。そうですね。ただ男性はこの復活時間に関してはめっちゃリードタイム長いです、はい、復活できないパターンもあります。いや、そうですね。そう、だからすごいいっぱい欲はある割には復活はしないっていう。そうそうそう、燃費が悪い。燃費悪いけど女の子はあんまりそういうのがそうない割には復活はなるべく早い。そうそうそう、すぐに感じやすくなれる体の作りと。そうですね。なんかそれは体の構造とか、まあなんか妊娠出産とかなんかそういうメカニズムに多分基づいてるんでしょうね。そうですよね、うん、やっぱその男女ともにやっぱある程度年齢上がっていけばいくほど性欲は上がっていくんですかね。中年の方とかもお店行ったりとかするじゃないですか、はいはいはい、男性も年いっても全然性欲あるし、うん、女性も女性でね、年齢上がれば上がるほど性欲高まっていくって言ってたから、はい、だから今なんか熟女とかブームじゃないですか。そうです。なんかそれって理にかなってんだなってなんか思いますよ、うん、なんかちょうど性欲高い時期の女性がいいみたいな。確かに。なるほどなって思う。なんか謎の安心感ありますよね。男性ってその性行為否定されるのが嫌みたいなじゃないですか、うん、ちょっとある程度安心感ある女性って多分否定してこないみたいな安心感もあって流行ってるのかな、うん、若い子のなんかねわがままな子よりかはちょっと熟した、うん、まあ、なんか確かに話しかけるのも30今年2ですけど、はいはい、カノさんぐらいの女の子に話しかけるよりも、はいはい、やっぱ年上の方が話しかけやすい女性、はい、会食とか、うん、若い子とかがいたとしてもやっぱ上の人の方が話しやすい、はいはい、それが同い年ぐらい。でもなんかすごい若い子好きな人いるじゃないですか。 はいはいはい、あれはなんでなんですか。で若い子ばっか見てるおじさんいますよね、めっちゃ喋るそう、あのアイドル好きな方とか。あ、確かに、はいはい、めちゃくちゃめちゃくちゃ若い10代とかの子をしてる、うんうんうん、まあ、押すのと、まあ、性的に見るのと違うかもしれないけど、なんかね、なんか性的目線じゃないですか。性的目線。そう、すごいローアングルで撮ったりとかしてますよ、ね、結構だから男性、まあ、女子もそうかもしれないけど、なんか二極化ですよね。まあ、年齢上がるにつれて実は自分と同じかちょっと上ぐらいの人のなんか安心感が好きっていう人か、まあ、自分は年取っていくけど若い子好きみたいな、そのなんかどっちかに分かれるんでしょうね、やっぱ。そうですね一生若い子好きな人と、ずっと年齢とともに大人っぽい人に安心感求めていく人と、女子もそうなのかな。女子もね、アイドル、若いアイドルずっと推してる人とかもいるし、確かに、はい、でもそのなんか純烈とか、はい、ちょっとその大人っぽい人をなんか好きな大人の女性もいるじゃないですか。だから女子も女子は二極化なんですよね。そうそう、うちのおばあちゃんも確か EXILE のライブとか行ってます。すげえおばあちゃんですあ、すげえ70近い。あれすごいですね。 それちゃんとメンバーが好きで行ってるんですよ。メンバーが好き。すごいですね。元気だな。いや、元気ですよ。そう、本当にだから女子も女子でね、二極化なんですよね。はい、大きな違いはあるけど、うん、二極化するのが一緒かもしれない。そうです、ね、勉強になりました。勉強になりました、はい、この動画が皆さんの勉強になったよって方は、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。またねー。